産物には全てほころびがある。完璧な物体などないから、2年前の事故のせいでお前の目にはそのほころびが見えるようになった。死が見えてしまうことになる。私はお前に直視の使い方を教える。その代わりに私の仕事を手伝ってもらう。そう、それ人は殺せる。あ、無論だ。ならやる。好きに使える。4年前の事件、今回の殺人、僕とは四季の仕業と思った。似た者同士だよ。大気に、守れ！意志に、時間にだって。生きているのなら神様を殺してみせる。そうだ、いい加減目を覚ませ。料理式。